つな,がる心つながる力みんなで作る復興コンサート2023サポーテッドバイ日立物流ロジスティード、えー、音のコラムの時間が参りました2023ずいぶん先かなと思ってたんですがいざ年が明けてみるともう本当にすぐそばに近づいてるなという感じがいたしますね、えー、それではまずこのコンサートの概要だけ決まってる部分だけお伝えしておきましょう コンサートは3月4日土曜日午後3時の開演となっています会場は石巻マルホンマキアートテラス大ホール出演は仙台フィルハーモニー管弦楽団式は鈴木織江さんそしてゲストは森山良子さんに決定しておりますすでにチケットは販売中なんですがプログラムの一部も発表になっておりましてメインプログラムは 200... 20の時ですね、えー、残念ながらコロナで1回だけこのコンサート中止になってるんですがその時に皆さんからのリクエストで演奏する予定だったリムスキー・コルサコフの公共組曲「曲シェアラザードが」が、えー、選ばれています、えー、そして森山さんと仙台フィルのまあ文字通り夢の共演ですが、えー、2曲「なだそうそう」 彼女もこの曲のあのー、ソングライターの一人のわけなんですけどもナダそうそう、それから、えー、このコンサートでは毎年歌い継いでいただいておりますワセネディアが選ばれておりますチケットはすでに発売中になっております、えー、どうぞお早めに良いお席を押さえてください、えー、観覧チケットつまりコンサートホールで石巻でお聴きいただく、えー、コンサートのチケットは5000円そして今回も 配信視聴、えー、配信も実施いたします、えー。こちらも税込みで2000円となっています。仙台フィルに演奏してもらう曲はみんなで決めようということで、えー、森山良子さんと仙台フィルの共演で演奏してほしい曲を今引き続き募集しております、えー。どんどん届いてます。ありがとうございます。えー、特設ホームページみんなで作るドットコム えー、応募フォームというところがありますのでそこからエントリーをしてください。えー、オッターバーお聴きの皆様はオッターバーのホームページのバナーから入るととっても簡単です。今日は毎年まあこれというとどまあでももうこれかな毎年この方にあの実はメッセージをお願いしてるんですけども、えー、仙台フィルハーモニー管弦楽団演奏事業部のですね関野豊さんから2023年の 新週にあたりいつものようにメッセージをいただいておりますのでこちらを読ませていただきたいと思います新年明けましておめでとうございます明日から仕事始めていう方も多いのではないでしょうかオッターさんをはじめ休みなく働かれている皆様には本当に頭が下がります私も明日から数日の飲み正月は今日で打ち止めにして 気持ちを切り替えていきたいと思います仙台フィルは明日から早速リハーサルそして福島市いわき市を回るニューイヤーコンサートが控えています振り返ると昨年はコロナ禍の中で仙台国際音楽コンクールに参加しまた数々の演奏会で多くの皆様にお世話になりました昨年3月16日には東北で大きな地震もあり 仙台フィルムいくつかの公演が中止や延期になったことを思い出します。今までは何事もなかったかのようにホールも普及し、平穏な日々となり、イベントも賑やかに、えー、今はごめんなさい。今は何事もなかったかのようにホールも普及し、平穏な日々となり、イベントも賑やかに行われています。時の流れは早いものですね。そして人々の前に向かおうとする力はすごいものです。 喜ばしかったことの一つは、昨年末の仙台フィルの大工特別演奏会を合唱が桶の後ろで歌う通常の配置で実施できたことです。新型コロナへの対処策が次第に明快になり、私たち音楽業界のガイドラインも徐々に緩和され、マスク越しでも通常に近い形で歌えるようになってきました。 そして配信という形の新しい音楽表現を仙台フィルも新たに獲得しています今ちょうどホームページから限定公開のものも含めて配信中ですからご覧になってくださったら嬉しいです仙台フィルハーモニーのね公式ホームページの方でこの大空も含めて限定配信中とのことですよさあ2023年3月4日はみんなで作る復興コンサートです 年に1回、リスナーの皆様、ファンの皆様と再会して一緒に作り上げるコンサート。今回は宮城県石巻市が会場ですね。私も仙台フィルメンバーと共に石巻市の学校を震災後に、復興センターと共に復興コンサートとして回ったことを思い出します。子子供たはは音楽をを素直に受け入れてとててとももんだだ目をししいましたあのうう何歳だろうか さて今回の会場についてご紹介しましょう東日本大震災で旧石巻市民会館仙台フィルムオーケストラで何度も演奏してきたホールですこの石巻市民会館が津波に流されて石巻にはずっと公立の音楽ホールがない状態だったんですがそれからなんと10年越しで市民の熱い思いによって新しい音楽ホールが2021年にオープンしたんです そのマルホンマキアートテラスというホールが今回の会場です仙台フィルもこの新しいホールで何度か演奏しましたが音の良いホールですよそして今年は森山良子さんがゲストです森山さんは素晴らしいですよ私も仕事で過去にご一緒したことがありますがその思いのこもった歌声は客席の一人一人に届きハートに深く染み込みます そしてオーケストラの傑作シェーラザードがついに奏でられますオーケストラのそれぞれの楽器が存分に活躍する音の万華鏡とでも申しましょうかエキゾチックで美しく華やかな作品ですご存知アラビアンナイトがモチーフの作品ですが音楽とお話の関連性は聞き手に委ねられています 私のお気に入りは大学、えー、第三楽章の「若い王子と王女」王子と王女は何歳ぐらいかな2人でどんな話をしているのかな聴くときはいつも想像を豊かにしながら音楽を楽しみます心を温かくする大変美しい音楽です皆さんと一緒に音楽で心を一つにするみんなで作る復興コンサート 楽団一同多くの皆様とお目にかかれることを楽しみにしております石巻マキアートテラスでお会いしましょう2023年がリスナーの皆様にとって幸せな一年となりますように仙台フィル事務局関野豊はいということで関野さんどうも毎年ねお正月からあのー 飲みながら書いてはいないと思いますけど <laughs> お酒をちょっと我慢して書いてくださってて本当にどうもありがとうございますいつも心のこもったメッセージを本当に感謝いたしますさあもうねこのコンサートの聞きどころ、えー、なぜみんなが集まるべきなのかそして仙台フィルがどんな気持ちで我々を迎えてくれるのか今の関野さんのメッセージで全て、えー、お分かりいただけたんじゃないかなと思いますぜひ、あのー、3月4日大変お忙しいと思いますけども えー、番書送り合わせの上、えー、みんなで仙台フィルの演奏そして石巻の人たちに会いに、えー、集まりましょうお待ちしておりますそして、えー、このコーナーを中心にお送りしている音のコラムはですね森山良子さんとととフィルの夢の夢共演曲を考えようといういことで、えー、お送りりしております本当にあの僕も何度かあの森山さんのライブを聴かせてもらったことがありますけどまあとにかくですねあの パワーがすごいですよ本当にパワーがすごいもうねなんかこうも,もたもたしてると置いてかれちゃうぐらいのもう本当にねパワフルな女性でありスイングーソングライターですのでもうなんか元気をもらいに集まりたいという風うに、えー、思ってもらえると嬉しいですナダソウソウとワセネディアの2曲は決定しておりますあと2,3曲はこれから決まりますぜひ森山涼子さん仙台フィルの共演で演奏してほしい曲を アイデアをお寄せください。えー、特設ホームページみんなで作るドットコムの応募フォームからあのー、エントリーができます。おー間のホームページのバナーからですと簡単に入れますのでぜひお試しいただきたいという風に思います、えー。どうぞよろしくお願いいたします。